ユネル・エスコバー・アルメナレスは、キューバ・ハバナ出身の元プロ野球選手。ウトウ・オミギウチ。2000から2001シーズンから、キューバ国内リーグである、セリエナシオナルでベースボールのレオネスでインダストリアレスに、所属。2004年10月にジュニアナショナルチームの仲間5人を、含むキューバからの35人の脱出グループの一員として、イカダで、フロリダ半島に上陸し、 アメリカ合衆国へ亡命した。2005年6月8日の MLB ドラフト2巡目でアトランタブレーブスから指名を受け契約金47万5000ドルで入団した。2006年はシーズン通してマイナーリーグの AA 級ミシシッピブレーブスでプレーし、7月にオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選ばれた。同年秋のアリゾナフォールリーグでは打率407を記録し、 首位打者のタイトルを獲得した。2007年は A 級ミシシッピを経て6月2日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。本職の遊撃手以外にも二類種や三類種としてもプレー7月下旬以降は打率3割台をキープし、シーズントータルで94試合に出場し、打率326.5本類が28打点をマークし、 新人王の投票で6位に入った。2007年10月28日に、ブレーブスの声優遊劇種だったエドガー・レンテリアがトレードで放出され、エスコバーは2008年から後釜の声優遊劇種となった。2009年は前のシーズンより成績を上げ、打率299.14本塁打、76打点、オプス812を記録した。 2010年は深刻な打撃不振に陥った。2010年7月14日にアレックス・ゴンザレスら3人とのトレードでジョジョレースと共にトロントブルージェイズへ移籍した。ブレーブス時代に素行不良が伝えられていたエスコバーに対しブルージェイズは同じラテンアメリカ出身のホセバティスタを指南役に当てた。移籍後は打率275とやや持ち直したが トータルでは打率256.4本塁がオプス696と自己最低の成績に終わった。シーズン終了後、年俸調停の権利を得たエスコバーは2011年1月18日に1年290万ドルで契約を延長した。2011年は本来の打撃を取り戻し、アメリカンリーグの有撃手では最高の出塁率をマークした。 球団はエスコバーの働きを高く評価し、6月19日に2013年まで2年1000万ドルで契約を延長した。2012年は指揮を選ぶ割合が低下し、シーズン途中で一番打者から外された。9月15日のボストンレッドソックス戦で、スペイン語による同性愛者を中傷するツエレ・マリコンという言葉が入ったアイブラックを着用して試合に出場していたため、 ブルージェイズ球団から3試合の出場停止処分を課された。エスコバーは単なる冗談のつもりだったが同じ過ちを二度と起こさないと謝罪を表明、停止3試合分の給与は LGBT 団体の U キャンプレートグラッドへ寄贈された。2012年オフの11月13日にジョシュ・ジョンソン、ホセレース、マーク・バーリーら総勢11人が動く。 大型トレードでマイアミマーリンズへ移籍したが、このトレードで一緒に移籍してきた、同じキューバからの亡命組である弟分のアデーに、エチェバリアとレギュラー争いをしたくないとして、トレードを希望。その後、12月4日にデレクディトリックとのトレードでタンパベーレーズへ移籍した。2013年、移籍1年目のシーズンは、自己最高の153試合に出場。打率、 256.9本類が56打点4盗塁という成績は、いずれも2012年とほぼ同等だったが、自己ベストの27二類打を放った。11月2日に、レイズが2014年シーズンの球団オプションを行使した。2014年4月5日に、レイズと総額1300万ドルの2年契約に合意した。最終的に打率258を、 記録、2012年から2年連続で打率が上昇したが、あンだ、本類打、打点、出塁率、オプス等の主要打撃部門で、軒並み数字を落とした。守備面でも、失策が7から16に増加し、全体的にやや低調なシーズンを送った。2015年1月10日に、ジョン・ジェイソ、ダニエル・ロバートソン、ブーグ・パウエルとのトレードで、 ベンゾ・ブリストと共にオークランドアスレチックスへ移籍したが1月14日にタイラー・クリッパードとのトレードでワシントン・ナショナルズへ移籍した。ナショナルズには不動の声優劇種のヤンデズモンドがいるため三類種としての出場に限られた。レギュラーの座をキープしたエスコバーは打撃面で好調を維持しナリーグ6位となる打率314をマークした。 しかし守備面では、不慣れな三塁で失策こそ7個に止めたが、DRS はマイナス11だった。2015年12月10日に、マイケル・ブレイーィ、トレバー・ゴットとのトレードで、金銭と共にロサンゼルス・エンゼルスに移籍した。2016年は、サードのレギュラーに抜擢され、132試合に出場。バッティング面では打率、3百4 5本塁が、39打点という、 高成績を残し2年連続で300超の打率をマークして高打者ぶりを発揮した。課題の守備面では129試合でリーグワースト2位の19失策、守備率 937DRS から11という成績に終わり相変わらずの接種だった。2017年オフの11月2日にフリーエージェントとなった。2018年は 所属球団なく、オフに、ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。一打席あたりの球数は2012年終了時点の通算で3.49で、多くのキューバ出身選手と同様に早打ち傾向に、あるが、ストライクゾーン外の球に対するスイング率は通算23.0%という、優れた選球眼を持ち合わせており、支球は安定して選べる。 2011年からは一番打者として起用されることが多い。遊撃手としては MLB 全体でもトップクラスの守備力を持ち、特に強権が武器。2008年から2013年までの6年間の守備、防御点はこの期間の全遊撃手の中で最高のプラス49を記録している。しかし、2014年はショートとして DRS がマイナス24。 ザーがマイナス17.0を記録し、2014年の遊撃手中最低の DRS とザーを残した。2015年はナショナルズに移籍し、サードにコンバートする。も DRS がマイナス11、ザーはマイナス7.7を記録している。キューバ出身 MLB 選手のブライアンペーニャは、子供の頃からの親友。ありがとうございます。